こんにちは TDSW YouTube チャンネルです今日はタッチデザイナー脱入門講座ということでこの画面に見えているバナナが回るチュートリアルを作っていきたいと思います四角い箱がいくつか並んでいると思うんですけどタッチデザイナーはこの一つ一つ機能が異なる箱をつないで組み合わせていくことでプログラミングをすることができますそれでは 説明するよりもまず作ってみた方が体で覚えられると思うので作っていきましょうタッチデザイナーを立ち上げると最初こういった画面になると思いますいらないものをまず消します左側にあるこのパレットって書いてあるウィンドウは、えっと、便利なアセットがたくさん入ってるんですけど今いらないのでバツで消してください で一番最初に立ち上げたときにあるこの箱たちはちょっとしたサンプルみたいなものなのでいらないです。えっと、全選択して消します。コマンド A で、Mac だとコマンド A で全てのオペレーターを選択できます。Windows だとコントロール a です。私は Mac なのでちょっと Mac 用語でやっていきます。コマンド A で全選択したら Delete キーを押すとオペレーターを全て消すことができます。それでは早速回すべきバナナを出していきましょう。 タブキーを押すと OP Create d i a l o g と呼ばれるウィンドウが出てきます。このウィンドウのことを簡単に説明します。一番最初、この紫のテーブルみたいなのがバーって出てくるんですけど、この一つ一つがオペレーターでそれぞれ違う機能を持っています。タブキーを押すと、こうやってカラフルにいろんなオペレーターのセットが出てくるんですけど、それぞれ色によって種類が、オペレーターの種類が違います。 ョップはテクスチャオペレーターという名前で映像とか画像とかをいじるときに使います。チョップは計算したり音を読み込んで分析したりとか音と数値系のことをやるときにチョップを使います。ョップはサーフェイスオペレーターといって 3D モデルを読み込んだり変形したりなんかそんな感じで使います。 マットはさっきの 3D モデルに色をつけたり影をつけたりいい感じにするやつです。ダットはデータオペレーターという名前でなんかデータをいじるときに使えます。カスタムオペレーターは自分でオペレーターを作れるやつなんですけど今は覚えなくていいです。私もわからないです。コンプは、えっと、うっすら書いてるんですけど 3D モデルをレンダリングするときに 使うようよな 3D オブジェクトっていう種類だったりパネルズっていって UI を作るときに使うものだったりあとアニメーションを作ったりとかえっと何だろう出力するときとかあるもの複製するときとかなんかこうちょっと便利機能みたいなのがありますこんな感じでこの色ごとによってオペレーターの特徴が違う違います じゃあまず今日はトップとチョップだけ使います。トップはテクスチャーオペレーター。チョップはチャンネルオペレーター。トップは映像とか画像を使う、扱うとき。チョップは数字とか音楽を使うときに扱うオペレーターです。じゃあトップの中でまずバナナの画像を読み込みたいと思います。えっと、たくさんオペレーターがあるので、一個一個こうやって探していくのって最初のうちだとわからないと思うし、なのならオペレーターの名前もわからないと思うので、ついてきてください。 ここがオペレーターの名前を検索できる場所になります。ここに、えっと、ムービーって入れてください。すると、ムービーっていう単語から始まるオペレーターだけがハイライトされます。画像や映像を読み込むときは、ムービーファイルインという名前のオペレーターを使うので、これを選択するとカーソルに四角い、白い四角がついてきます。これを適当なところにポンと置いてください。 じゃあこの MovieFileInTop ーーイイについてちょっと解説します。MovieFileInTop ーーイイが選択された状態、選択されているときこういう緑の縁が出るんですけど、この状態で P ボタンを押すと、パラメータウィンドウと呼ばれるウィンドウが右上に出てきます。これは MovieFileIn ーーイイオペレーターの設定を変え,変えるためのウィンドウです。一番上にファイルと書かれているパラメータがあるんですけど、 一番左端にプラスボタンがあります。ここを押すとローカルファイルが開いて、うん、と自分のローカルフォルダから好きな画像を読み込むことができます。デフォルトだとタッチデザイナーが最初から用意してくれてる映像とか画像集が出てくるんですけど、例えばカウントドットモブを使うと、こういうふうにタッチデザイナーの中に動画を読み込むことができます。今はバナナで OK です。 それではバナナを回転させていきたいと思います P。P ボタンを押すとパラメータウィンドウを出したり消したりできます。もう一度タブキーを押してください。Movie File In は、Movie File i は画像を読み込むため、あくまで読み込むためのオペレーターで、読み込んだ画像を移動させたり回転させたり大きさを変えるといったときに使うのはトランスフォームオペレーターというものです。トランスフォーム 入れるとトランスフォームオペレーターの場所を教えてくれるのでまた隣に置いてください。タッチデザイナーは左から右に向かってプログラミングが進んでいくので必ず、えっと、次に来るオペレーターは右に置いてください。で、オペレーターのつなぎ方なんですけど Movie ファイルによく見ると左側に穴ありますね。トランスフォームオペレーターもよく見ると左側に穴があります。ここイン、あアウトインになってて 左クリックした状態でニるってやると、こうやって繋ぐことができます。はい。で、繋いだだけだともちろん回らなくて、トランスフォームオペレーターのパラメータをまた設定していきます。トランスフォームオペレーターを選択した状態、この緑枠がついてる状態にしたら、P ボタンを押します。すると、トランスフォームオペレーターのパラメータウィンドウが出てくるので、ローテートと書いてる、回転って意味ですね。ここの、うんと、これ何て言うの、バー。 を左右に動かすとバナナが回転しましまた、はい、でもこれさっき見たのってバナナ自動的に回転してたんでこれずっとこうやってるわけにもいかないのでここに、えっと、自動で0から360まで一定のスピードで変わっていく数値を入れてあげたいと思います。 えっとタブキーを押してください。0から360までえっと一定の数値、一定のスピードで繰り返される数値を作りたいので、また新しいオペレーターを置きます。タブキーを押してください。そのタブキー何回か押すとこの緑のカテゴリーに行くと思うので、この中から LFO って書いてるオペレーターを選択してこの辺に置いてください。 LFO よく見てみるとちょっと早くて分かんないんですけどこの数字注目すると1からマイナス1の間をこの数値がめちゃくちゃ速いスピードで繰り返してるんですけどこの,数このオペレーターを加工していって0から360まで一定のスピードで繰り返される数値を作りますじゃあまず LFO のタイプをサインからランプに変えてください するとさっき1からマイナス1を繰り返してた数値が0から1に行って、えっと、戻る数値に変わりましたちょっとこのバーだけ見てても分からないので時系列で分かるようなオペレーター観察用のオペレーターを置きたいと思いますタブキーを押してその中からトレイルチョップトレイルチョップを 選ん,でなんか穴4つあるんですけど一番上に入れてくださいこうやって観察してみるとこれですごい分かりやすいですねえっと0から1まで数値が上がった後ストンってまた0に戻って1っていうのが繰り返されてる数字になりましたはいあ繰り返される、えっと、周期の数値変数になりましたじゃあタブを押して次、えっと、今01なんで0から360までま 幅を変えてあげますタブを押してマスマティクスのマスマスチョップっていうのを LFO の隣に置きますでまたつなぎますつないだだけだと変わらないんですけどマスチョップのじゃあパラメータをセッティングしていきますマスチョップの中にはレンジっていうタブがあってこの中にフロムレンジトゥーレンジっていう2個のパラメータがありますフロムレンジは 入力されてきた数値の最小値と最大値というレンジはマスチョップの中でえっと変更入ってきた数値の幅を変更した後の数値ですなので今0から1まで入ってきてるので次0から360に幅を拡張したいなので最小値0最大値360まで変化してねっていうふうにやるとこうやって見ると マスチョップの中は0からままで増えた後また後に戻るっていう風になってますね繋いだオペレーターを切りたい時は、うん、と線の上にカーソルを当ててミニクリックを押して出てきたメニューの中からディスコネクトを押すかもしくは、えっと繋いだ先のオペレーターからこうやってニュルって外してあげることができます。 じゃあマスつ繋いだ方を見てみるとさっき0から1までの幅だったのが0から、まあ、360ぐらいになってるのが分かりますこのマスチョップの中の0から360まで一定のスピードで変わる数値をこのバナナトランスフォームトップのローテートのところに入れてあげたいんですけどタッチデザイナーのお作法でオペレーターの右の 一番右の端にはヌルっていうオペレーターを置くっていう。暗黙の了解があります。tab キーを押して。塗るチョップを置いてください。塗るは空っていう意味で、このオペレーター自体は機能を持ってません。繋ぎます。で、このヌルを塗るチョップの中にある。この数値をトランスフォームトップの。 ここに入れてあげたい。エクスポートっていう方法を使います。ヌルチョップの右下にプラスボタンがあります。これを押すと数値を取り出せる状態になります。この状態で数値をローテートトランスフォームトップのローテートにドラッグアンドドロップしてエクスポートチョップ。 っいうのを押すと、勝手にここの数値がここに参照されて、バナナが回るっていう。状態に。なりました。<P> で、回ったバナナの方も。オペレーターのルールで。塗るを。置きます。はい。これで。バナナを回すことができました。脱入門です。 デザイナーはこのようにオペレーターを置く、つなぐ、機能が違う、色の異なるオペレーター同士をつなぐっていう3つの方法でプログラミングをやっていきます。基本的にこの3つの作業だけでかなりのことができるので、この先の動画ではこの回ったバナナをもうちょっといい感じにしていこうと思います。ありがとうございました。